こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズはライカの非常に人気の高いですね、オールドレンズになります、ズミルックスの 50mm、第一世代になりますね、はい、ご覧の通り、ズミルックスの 50mm 標準レンズですね。 F 値が 1.4、 シリアルが166-1650ですので、1959年のドイツ製ズミルックス 50mm ということになりますね、その美しいですね、この外観から貴婦人の異名を取るレンズでもあります。ということで、はい、じゃあ外観から見ていきますね、外観はですね、ご覧の通り目につくようなすれ当たり、へこみ、傷とかですねなど見られずに非常に綺麗な状態キープしている、個体ですね。どっかに落として歪んだりとかですね、どっかに強くぶつけたり擦ったりしたようなあとは見られませんね。はい、変な油汚れとかですね、全体的なガタもないですね。はい、外観はおおむね備品といって差し支えない状態だと思いますね。はい、でもってレンズですけれども、こちら前玉後玉ともにですね、擦り傷、ひっかき傷、コーティングの剥離や摩耗など見られず大変綺麗な状態です。はい、中玉も曇りカビ、バルサム切れとかですね、釣りほこりの混入もほぼほぼ見えませんで、ライトに透かしてもですね、ほとんど全く瑕疵が見られない大変綺麗な状態をキープしております。絞りの動きも軽快ですね。滑らかです。油の乗り、羽の痛みなども見られないですね。はい、ピントリングも、非常に滑らかに動いておりまして、ちょっとやや軽めではありますけれども、一定のトルクで滑らかにいっぱいまで動いておりまして、動きムラとかですね、グリス切れ感は全くありませんね。付属品がリアキャップ、フロントキャップ、そして、こちらですね、専用のチリメン加工のですね、純正フードになっております。はい、大変いい状態のですね、ズミルックス 50mm、第一世代ですけれども、全体的なですね、分解整備、清掃、調整をですね、念のため、末永くお使いいただくために、ご依頼いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で営業をさせていただきますので、ぜひご利用くださいませ。ということで、貴婦人の異名を取る、大変美しいレンズ、ズミルックスの 50mm、第一世代ですね。はい、大変いいですね、個体になっておりますので、傷、汚れとかですね、レンズの瑕疵のない、全くいい状態ですね。ですので、ぜひお早めにチェックしてみていただけましたらと思います。以上です。